日輪列車。日輪は九州旅客鉄道 JR 九州が小倉駅、大分駅再起駅、宮崎駅、南宮崎駅、宮崎空港駅間を日報本線、日南線、宮崎空港線経由で運行する特急列車である。本港では日輪の派生系統で博多駅、宮崎空港駅間を鹿児島本線、日報本線、 日南線、宮崎空港線経由で運行する特急、日輪 C ガイア、および同じく、日輪の派生系統で、かつて運行されていた、夜行特急、ドリーム日輪を含めた、日報本線で運行されていた、優等列車の遠隔についても記述する。特急、日輪は、1968年10月1日に、博多駅西鹿児島駅、 現在の鹿児島中央駅間を日報本,本線経由で運行していた同名の急行列車を特急に格上げする形で運行を開始した。当時の日報本,本線は、埼崎駅南が非電化であったため、キハ80系、機動車が使用された。その後、1972年に、博多駅大分駅間に485系電車を、充当して一往復増発され、 1974年4月25日に南宮崎駅まで電化が延長されたのを受けて485、軽重等の列車は宮崎駅まで延長された。1975年3月10日のダイヤ改正では、日銀は同日全線開業した山陽新幹線と小倉駅で接続する列車として位置付けられ、従来関西方面と日本本線を直通していた特急、 緑の九州内区間を編入する。緑は翌年佐世保線の特急として列車名復活、などして八往復に増発され、同時に L 特急の指定を受けた。1979年に日暮本線の電化が完了し、翌年には機動車による運転を終了した。1982年11月15日のダイヤ改正では夜行列車を除く。 日本本線の優等列車が日輪に統一された。国鉄分割民営会以降は増発と大分駅、発着列車を中心に新型車両の投入が進み、1993年頃までに博多駅大分駅間と博多駅南宮崎駅、西鹿児島駅間がそれぞれ1時間あたり1本ずつの運行にほぼ統一された。この間下関駅、 文字港駅発着の列車が設定された時期もあったが、博多駅発着への統一化に伴い全社は1992年3月13日、後舎は1997年3月21日をもってそれぞれ廃止された。1995年4月20日に宮崎駅西鹿児島駅間が霧島として、1997年3月18日に博多駅大分駅間の列車が、 ソニックとして系統分割され、日輪は博多駅南宮崎駅、宮崎空港駅間の列車となったが、この頃から九州自動車道の全通により、福岡市と宮崎市を結ぶ高速バス、フェニックス号が大幅に時間短縮された影響で、日輪は特に大分駅の岡駅間での利用不振が目立つようになっていた。そのため、2000年3月11日に、 日輪は、大分駅、延岡駅を廃止、博多駅、大分駅間は、ソニックに編入、延岡駅、宮崎駅間は、ヒューガとして、系統分割する形で大幅に本数が、削減された。その後、日輪の本数自体は2000年3月10日以前の、水準に回復していったが、2001年3月3日に、小倉駅発着。 2003年3月15日2004年3月13日に別府駅発着に短縮された。2009年以降はさらに別府駅から大分駅発着への変更が進み、2012年3月17日に大分駅発着に統一された。このようにして日輪は従来の福岡県と大分県、宮崎県間の輸送、及び山陽新幹線接続の役割から、 大分県、宮崎県間の輸送、及び宮崎空港へのアクセスへと役割を移していった。ただし、ソニックと大分駅での接続の利便性を図ることで、従来の役割も一部残されている。特急、日輪市以外野は1993年3月18日に、日輪の南宮崎駅発着列車のうちに往復に787。 軽電車を投入した際に与えられた別愛称であるが当初から日輪と共通の号数が与えられている。列車名は同年に開業した宮崎市のリゾート施設シーガイアにちなんでいる。2000年3月11日に783軽電車での運行となり、翌2001年3月3日には日輪が小倉駅発着に変更されて一部列車が783 京での運行になったことから、この時、日輪 C 外イアは一往復に削減されたが、2011年3月12日に、上り一本が増発された、以降は、博多駅に乗り入れる、日輪としての意味合いが強くなっている。なお、博多駅、宮崎空港駅間の運行距離は 413.1km、西小倉駅小倉駅間の重複運転部分も、 含むで2016年3月26日のダイヤ改正以降は夜行列車を除き定期運行を行う JR グループ在来線の優等列車としては最長距離を走っている特急ドリーム日輪は日林 C ガイアの運行開始に合わせてそれまで文字港駅西鹿児島駅間で運行されていた夜行休校日南を787系投入の上で 博多駅南宮崎駅間の特急に変更する形で運行を開始した。2009年3月14日以降は JR 九州管内を運行する唯一の定期夜行列車となっていたが、2011年3月10日、出発分の運行をもって廃止された。このほか、1990年3月から1995年3月までは783。 軽重等の列車をハイパーン日輪、1995年4月から1997年3月までは883、軽電車重等の列車をソニック日輪の列車名としていた。列車名の由来は太陽を表す日輪をひらがなにしたものである。日輪の名称自体は、博多駅、文字港駅西鹿児島駅間、日豊本,本線経由及び博多駅熊本駅間、 日報本線、豊射本線経由で運行していた急行、光が光の愛称を東海道新幹線の超特急に使用するのに、伴い列車名の変更を余儀なくされ、1964年10月1日から西鹿児島駅発着編成を日輪とした列車が最初である。この日輪は翌年の9月30日に廃止されるが、1965年3月25日に、 博多駅西鹿児島駅間を運行する急行列車として列車名が復活し、上記の通り1968年に特急に昇格した。日輪は下り13本上り12本、日輪 C ガイアは折り1本上り2本が運行されている。日輪、日輪 C ガイアは投資の号数が振られ、1から25号が与えられている。日輪は下り1本、3号が 小倉駅、宮崎空港駅間、上り1本、6号が、宮崎駅大分駅間、下り3本上り2本、2.421.2325号が、大分駅南宮崎駅間、上り1本、102号が、佐伯駅大分駅間、その他の列車は、大分駅、宮崎空港駅間、日輪市以外や、7.2024号は、全列車博多駅、 宮崎空港駅間の運転となる。日輪のうち1.3号以外の列車は、大分駅でソニックと接続し、博多、小倉方面からの直通需要にも配慮されている。特急料金の乗り継ぎ料金制度により、別府駅、または大分駅で改札を出ないで、日輪とソニックを乗り継ぐ場合は、投資の料金で乗車することができるため、駅や車内での案内も、 ソニックアンド日輪、あるいはその逆と記されている、制度については口実。列車番号は、日輪、日輪 C ガイア共通で、号数プラス五千 m 百二号は、号数プラス四千九百九十 m である。繁忙期には、小倉駅大い駅間で、臨時特急が運行されるが、このうち七百八十三系、七百八十七系で運行される場合は、 日輪 8X5、9X5 として、臨時増発されるソニックと投資番号で運行される。2011年度ダイヤまでは、別府駅、大分駅発着の定期列車を延長する形でも、運行されていた。2015年まで運行されていた485系が充当された場合は、グリーン車なしの編成であった。また、 福岡市周辺で大規模コンサートが実施された場合にも博多駅大分駅で臨時特急が運転されるがこの時も7 8 3系、7 8 7系で運行される場合は日輪1 9 x 号として運行される2013年には最景気まで日輪として運転するパターンもあった2017年3月4日より787 計4両編成のうち5往復、下り5.1115.2125号、上り6.1018.26号がワンマン運転となり、2018年3月17日のダイヤ改正からは787計4両編成を用いる全列車に拡大している。小倉駅、行く橋駅、宇野島駅、中津駅、龍家保駅、宇佐駅、吉木月駅。 亀川駅、別府駅、大分駅、鶴崎駅、大財駅から、埼崎駅、臼杵駅、津久美駅、佐伯駅、延岡駅、南延岡駅、門川駅から、日向市駅、高鍋駅、佐渡原駅、宮崎神宮,駅,宮崎駅、宮崎駅、南宮崎駅、宮崎空港駅、日林、繁忙期増発。小倉駅、九橋駅、宇野島駅、中津駅、竜家保駅から、宇佐駅から、木月駅から、 亀川駅別府駅大分駅博多駅吉塚駅香市駅赤間駅織尾駅黒崎駅戸端駅小倉駅福橋駅宇野島駅中津駅龍家保駅から宇佐駅から吉木駅別府駅大分駅鶴崎駅薄木駅津久美駅佐駅,佐駅,佐駅延岡駅南延岡駅門川駅,門川駅から日向市駅角駅,角駅,角駅高鍋駅佐渡原駅宮崎駅南宮崎駅宮崎空港駅 日輪、日輪 C 以外はどもに臨時停車を行う場合があり、蒸気以外の駅に臨時停車を行う場合がある。例として、沿線イベント開催に伴い、追記駅、航空自衛隊、追記基地航空祭開催のため、中山香織駅、浅むい駅、JR 九州ウォーキング開催のために停車することが、ある。また、繁忙期増発以外にも、臨時列車の例として、 大分発宮崎空港行き日輪91号、工術、大分発南延岡駅日輪92号、延岡での大規模イベント開催に伴うが、設定されたことがある。大分鉄道事業部大分車両センター、南福岡車両区に所属する787系、電車、南福岡車両区に所属する783系、電車、ハイパーサルーンが充当されている。 787系は、大分車両センターに所属する車両が4両編成、南福岡車両区に所属する車両が6両編成、グリーン個室、デラックスグリーン車、連結、783系は5両編成で、運転される。787系は4両編成が、日輪8往復、下り1.511.1521.2325.1015。 上り2.610.1618.2226.102号に6両編成が日輪下り3本、上り2本、下り3.1319号、上り8.14号と日輪 C 以外や上り1本、24号に充当されている。2011年3月12日の九州新幹線、鹿児島ルート全線開通に伴い余剰となった。 車両で485系電車を置き換えるために、日本本線系統の特急列車に転用したもので、特急、霧島、ヒューガにも充当されている。ただし6両編成は、ヒューガのみで運用。なお、日輪シーガイアには1993年から2000年にも充当されたことがあり、当時連結していたビュッフェも営業していた。現在、 ビュッフェは改造されており、半分が4人掛けボックスシート、半分が座席になっている。ボックスシートは3人以上の利用で発見される指定席であるが、日輪3号、日輪 C ガイア24号では自由席となっている。また、6両編成車には DX グリーン及びグリーン車個室が設定されている。783系は日輪に往復。 下り9.17号、上り4.12号と、日輪 C ガイア1往復、下り7号、上り20号に渋滞され、各車両中央の上高土地を境に、宮崎空港、博多寄りの A 室と大分、小倉寄りの B 室に分かれている。車両自体は、日輪には2001年から、日輪 C ガイアには2000年からそれぞれ、渋滞されているが、2011年3月12日の、 ダイヤ改正で日輪系統に使われていた車両は博多駅近郊のホームライナーの性格を持つ特急列車に転用され代わってカモミ系統で使用されていた車両で運行されるようになった。なお、両数は新旧の編成とも5両編成だが乗車定員は現在の車両の方がやや多くなっている。 783系は1990年から1996年にも日輪に重当されていたが、1995年までは783系の日輪は車両の愛称にちなんだハイパー日輪の列車名で運行されていた。特急日輪号が関与する乗車券等の特例は以下の通り、1993年3月18日の ダイヤ改正で、文字港駅、後に、博多駅から、西鹿児島駅間、宮崎駅西鹿児島駅間は普通列車を運行していた、夜行急行列車、日南が787系投入に伴い、博多駅南宮崎駅間の特急、ドリーム日輪に変更された、寝台は廃止。日南時代に続いて1日1往復の運行で、 1996年7月18日に、折のみ、宮崎空港駅まで延長され、2000年3月11日に783、系での運行となり、以後廃止までこの体制で運行していた。夜行列車としての役割と同時に、博多駅小倉駅、大分駅間や延岡駅南宮崎駅、宮崎空港駅間の始発、最終列車としての役割を兼ねており、 時間調整を行うため、大分駅で長時間停車していた。本州から九州に乗り入れる夜行列車が全廃されたことにより、2009年3月14日以降は、JR 九州管内を運行する唯一の定期夜行列車となり、2010年3月13日以降は、急行、の登が臨時列車とされたため、JR では最後の座席車のみの定期夜行列車であったが、 2011年3月12日のダイヤ改正で、博多駅大分駅間は、ソニック61号、延岡駅、宮崎空港駅間は、ヒューガ1号となり、それぞれ編入、大分駅延岡駅間は、廃止し、廃止された、運転最終日は、始発駅基準で、同年3月10日。以下の停車駅は、廃止時点のものである。博多駅や釜駅。 織尾駅、黒崎駅、ヤー駅、戸端駅、小倉駅、エ橋駅、宇野島駅、中津駅、柳ヶ浦駅、宇佐駅、木月駅、別府駅、大板駅、宇木駅、津久美駅、佐伯駅、延岡駅、南延岡駅、門川駅、日向市駅、津野駅、高鍋駅、佐渡原駅、宮崎駅、南宮崎駅、宮崎空港駅。南福岡車両区に所属する783系が、使用された。 編成は783系、日輪や日輪 C ガイアと同様であるが、指定席の一部は女性専用席とされた。車種が783系に変更されて、以降、女性専用席は1号車 B 室に設けられていたが、クリーン車、1号車 A 室の乗客がトイレを利用する際に女性専用席を通らなければならなかったこともあり。 2008年10月1日から2号車、A 室に変更された。年に1日、臨時列車として、大分初宮崎空港行き下り臨時特急、日輪91号が、同区間のドリーム日輪と、ほぼ同時間帯に運行されている。これは、沿線の日向新富駅周辺にある、航空自衛隊、ニュータバル基地での航空再開祭に伴う、臨時特急である。 ドリーム日輪と同じ時間帯を走るヒューガ1号を大分駅のベオカ駅間の実質的延長扱いで運転、ヒューガ1号は同日運休している。また、この時に限り、同じくドリーム日輪と同じ時間帯を走るソニック61号が大分駅に到着後、日輪91号に接続する形となる。日輪十一号に充当される八十三系列車は、 ソニック到着後から発車までの間、ドアが開放されている。そのため、列車系統は分断されているが、長時間停車を含めれば、ドリーム日輪をさせる、臨時特急とファンの間では呼ばれている。なお、最寄り駅である日向新富駅に、臨時停車する都市としない都市がある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。